の目には間違いなく今企業に行くよりはここで5年間学んだ方が自分のためになるなと確信をして、第一にはまずその専門分野をとことんまで追求したい、企業に就職しても活かせる能力を身につけられる、何が課題なのみたいなとかね、結局根本は何なのみたいなところを突き詰めるのは博士課程持ってる人多分能力優れてる面だと思います、ね、それはたとえ研究職につかなかったとしても、うん、どんな業種でも絶対生きてくる能力だとは思いますね。世界で活躍するにあたっては博士課程というものはある種のパスポートのようなもので取っておいて損はないなというふうに考えておりまして、そういった中で出会ったのが、PEPの存在でした。中山大学で共同でやっておりまして、他の大学の方とかともお話しする機会はやっぱあるので、違う考えを持った人と話すのはやっぱ結構自分の糧にもなると思いますし、楽しみがあります。自分の存在がレアになる環境に、行けるかっていうのがなんかキーなのかなとちょっと思ってました。自分の専門力がなんかより生きていくようなその横の広げ方とか、そういうのも大事かなと思います。世の中にある研究のシーズをどうやって事業に持っていくか、そういったセンスっていうのが結構求められるなと思っていて、僕らが登録学位 PhD でフィロソフィーオブドクターなんですよね。フィロソフィーって考える人じゃないですか。そういうことなんですよ。そういうこと。